はいどうもこんにちは、翔平です。チョキチョキ、新しい挨拶微妙バナということで、今日の動画はですね、10日間色落ち観測っていうのをやっていきたいと思います。前の動画でイメチェンしましたっていう動画出したんですけど、その時に青っぽい髪にしたんですけど、それから10日間が経ちました。あの髪色からどんな感じに色落ちするかっていうのを、前のその動画撮った時にどういう感じになるか皆さんにお見せしますって言ったんですけど、あれからですね10日経ってこんな感じでシルバーっぽくなりました。で、僕は色落ちを考えて、こう、あえて濃い色を入れてるんですけど、カラーして10日間あんまりシャンプーしないように、まあトリートメントのだけの日もあったり、いろいろあったんですけど、銭湯に行っちゃって、友達と銭湯行った時にかなり色落ちしちゃって、本当はね、もうちょっと、予想では濃く残ってるはずだったんですけど、結構ね、いい感じの透明感が出ております。髪カラーした後って、1週間の間でキューティクルがこう、だんだん閉じていくんですけど、1週間経ってそっからまあ1ヶ月ぐらいかけて、徐々に緩やかに閉じていく感じなんですけど、まあ10日経ったんでね、こっからそんな疲労値激しくっていう感じはないと思うんですけど、多いよね。俺の動画多いよね、これ。こっからさらにどうなっていくのかっていうのを皆さんに、お見せしていきたいと思います。ということで、まあ、1週間か10日ぐらい、髪色の観測をしていきたいと思います。はい、今現在こんな感じです。ちょっとお風呂入る前なんですけど、まあ、今日はナチュラルな感じで、ちょっといつも場所が違ったりして、照明とか違ってね、若干色味の違いがあるんですけど、ちょっとシルバーが抜けてきてバミってきたかな、っていう感じです。はい、おはようございます。これから出勤なんですけども、髪の色落ちはこんな感じです。黒黒だからちょっとわかんないかな、ちょっとね、ところどころ抜けてきて、シルバーっていうよりもなんか、そうですね、白っぽい感じになってきたかなって思います。まあそんな変わんないですね。1日や2日で。はい。これから出勤していきます。はい。もう何日目かな、結構経ったと思うんですけど、これ実は寝癖観測の動画を、撮ってからそのまま回してます。ね、家の照明だけ、割と白っぽい、白い明るい照明で撮ってます。どうでしょうか？ちょっとブラックシルバーっていう感じかな、暗い感じのシルバー。1週間経ってからそこまで色落ち激しくないです。すっごい濃く入れたんですけど、まあ鮮度いっちゃったっていうのもあって、でもそれがあってもここまでね、色がキープできるってなかなかすごいかなって思ってます、自分的には。これでもね、セットとかよくしてるんでね、髪のダメージはすごい多いはずなんですけど、しっかり色がキープできてるかなって思います。ちょっと寝癖でごめんなさい。はい、観測2日目 ?3 日目ちょっとあやふやなんですけど、はい、こんな感じです。今日はね、友達と海に行ってきました。まあ海入ったわけじゃないんでね、こんな感じです。結構シルバーっぽい、まあシルバーのカラーをだいぶキープできてるかなって思います。アイロンとかやってセットしてもそんなに色落ちしてないですね。はい、今日もう夜でだいぶセット崩れちゃったんですけど、こんな感じです。はい、観測からですね、だいぶ経っちゃいました。どんぐらいだろう、3日ぐらい、ちょっと動画撮るの忘れてたかな。はい、こんな感じです。ちょっとね、バミリが目立ってきた感じでも、まあシルバーはすごく保っててるかな。シルバーっていうよりも透明感がある感じかな。照明によってだいぶ違うんですけど、これだけね、明るくなってきました。僕の肌の色とね、やっぱ色落ちしてくるごとにだんだん馴染んでいきますね。パープルの時が染めたての頃より、だいぶね、あの時は浮いて見えてたんで馴染んできたかなって思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。最初に観測し始めてからなんやかんや3週間ぐらい経っちゃいましたね。まあ約1ヶ月ぐらいですかね。毎日やるっていうよりも何日か置いてやろうかなって思って、こんな感じで観測してたんですけど、今ね、ここリリーにいるんですけど、リリーの照明がちょっとね、黄色っぽいんで、黄色い光が当たってるんで、ちょっと黄色く見えるかもしれないんですけど、こんな感じです。
普通に外で見るとなんか普通のシルバーって感じなんですけど、光のせいでちょっとシャンパンゴールドみたいな感じになってるかな。うん、でもマッキンキンにはならず、こんな感じでシルバー感は頼もうててますね。僕が好きなカラーってその場だけがかっこいいだけじゃなくて、色落ちをしてから色落ちの過程も、そして落ちてからもかっこいい、そんなカラーにしたくてですね、いつも、パープルだったりブルー系だったり黄色の補色の位置にある補色のカラーを紙に入れることによって色落ちもすごく楽しめる、まあ、そんなねオリジナルカラーをいつも自分の紙でね実験したりやってきました。今回は本当にね、特にあのプレカラーやってすっごい濃くカラーを入れて入念にやったせいか、ブリーチ 4,5 回してるこの紙でも完全に色落ちすることなく、まあいい感じのシルバーのカラーになったかなって思います。もうねほぼほぼ色落ちはそんなしないと思うんですけど、僕がこう1年ぐらいいろいろ実験してきて思ったのが、やっぱ最初の1週間がすごく大変ですね。大変じゃない、大切ですね。そこをしっかりなるべくダメージを負わせないようにとか、シャンプーをしすぎないとか、ガシガシ洗いすぎないっていうのをしっかり心がければ、こうやって狙ったこの髪色にしたいっていう色落ちまで持っていくことができて、かつその色をキープできるっていうカラーと髪の知識と技術を生かしてできた髪色かなって思います。ほんとねこの1年パープル系ずっとやっていろいろ実は実験してたんですよ。まあこういうのも活かしてね、これからどんどんカラーの施術も、できるように頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。もしね髪のカラーのことで、参考になったらぜひ高評価、そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ夏のカラーチェンジの参考にしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。チョキチョキ。